初代リポン公爵ジョージ・フレデリック・サミュエル・ロビンソンは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア・アサ中期から、エドワード朝にかけての自由党政権で、閣僚職を歴任した。1880年から1884年にかけては、インド総督を務め、自由主義的なインド統治を行った。元首相の初代ゴドリッチ主爵、フレデリック・ジョン・ロビンソンは父である。 1827年10月24日、初代ゴドリッチ子爵フレデリック・ジョン・ロビンソンと、その妻セイラの間の長男として生まれる。当時父が首相を務めていたため、ダウニング街10番地で出生した。パブリックスクールや大学には通わず、家庭教育で育てられた。青年時代には、キリスト教社会主義運動に参加し、ランカシャーやロンドンの機械校のストライキに、 金銭支援を行った。1852年にキングストン・アポンハル選挙区から、庶民員議員に当選。1853年からは、ハダースフィールド選挙区から選出され、1857年からは、ウェストライディング・オブ・ヨークシャ選挙区から選出される。1859年1月に、父が死去して、リ本ン伯爵位を継承し、貴族院議員に転じた。 同年11月には、叔父トマスが死去し、第三代ドグレイ伯爵も継承した。自由党政権で、陸軍大臣やインド担当大臣など閣僚職を歴任した後、1880年6月に、インド総督に就任した。就任早々、前総督立闘伯爵が起こした第二次、アフガン戦争の後始末に追われた。 繁栄的なアイユーブハーンがカンダハルへの侵攻を狙う中、唯一アフガンの統治能力があると見られていたアブドゥンラフマーンハーンと接近し、イギリス以外の国と外交関係を持たないことを条件として、彼をアフガン王として承認した。そして、日本共の許可のもとに、フレデリック・ロバーツ将軍率いる遠征軍が出撃し、アブドゥンラフマーンと協力して、 あいう部分を撃破することに成功している。自由主義者である立本教は内政面でも次々と改革を断行した。前総督立東教が制定した言論統制法を廃止し、また各州への地方自治を導入を目指した。さらに、在院イ,イギリス人からの強い反発を抑えて、1883年にインバート法案を起草して、 イギリス人が被告人の場合にもインド人判事が裁くことを認めようとしたが、在院イ,イギリス人のみならず、本国からも激しい反発を巻き起こし、同法案は骨抜きにされた。しかしこうした親、インド的政策から、リポン教は、インド人から敬愛されていた。インドでの評判がいい数少ない、イギリス人総督の一人である。1884年末、 当時庶民委員解散の可能性が高まっていたため、保守党政権によるインド総督任命という事態を防ぐために、任期より6ヶ月早めに退任することになった。帰国後も自由党政権で、海軍大臣、植民地大臣、王子少書などの閣僚職を歴任した。1909年7月9日に死去。81歳だった。最高位のフリーメイソンであり、 1870年から1874年まで、イングランド、レンゴングランドロッチのグランドマスターを務めた。しかし1874年にカトリックに改宗したため、フリーメイソンの全役職を辞することになった。プロテスタントの国境を有するイギリスにおいて、カトリックに改宗する貴族は珍しい。歴代インド総督の中でもカトリックだったのは彼一人だけである。 しかしそのために、リポン教は、カトリック嫌いのビクトリア女王から非常に疎まれた。女王は、リポン教を重要ポストにつける人事案にはしばしば難色を示した。リポン教は、インド人からは愛されたが、イギリス人からは嫌われていた。軽かったに、彼の銅像が建てられることになった際、寄付金を寄せたのは、インド人ばかりで、イギリス人からは全く寄せられなかったという。 1869年5月22日のバニティフェア史に描かれたリポン教。1851年にヘンリエッタ・アンテオドシア・ビナーと結婚し、彼女との間に以下の子を設ける。ありがとうございます。